開ける前にさ、うん、カビゴンできてたで。マジ？マジマジマジ。ちょっと待って。いや、未来のさ、インスタライブの電波ほんまに悪いな。悪いな。ほんまに？まあけど声聞こえてるからもうオールオッケーみたいな感じの部分あんねんな、別に未来は。あ、それはそう、確かに。そう。だからゆずちゃんが今どんな表情してるか今真っ暗やねんな。え？ガチ？うん。今真っ暗ゆずちゃんのところ。え、大丈夫？未来動いてる？めっちゃ動いてる。いける？あ、元気ですかって来てる。元気。あ、ちょ、疲れてるよ。それ。や、やばい。やばい。やば。やば。それ。顔やばいな、ほんまに。言っちゃ悪いけどやばすぎやろ。ほんまにやばい、それ。服裏も反対着るかも。あ、そうやったらかわいい、うん、エフェクトつけてる今。ゆずちゃんの顔真っ暗で何も見えへんから。え、つけてるつけてる。うん、つけてる。カビゴン、うん、え、違う、なんかようわからんやつ。あ、マリペンちゃんにしとこ。出た、マリペン好きやな、それ。そう、やっほー、こんばんは、皆さんもこんばんは。ゆずちゃんのコンビネへんのかなち。え、なんでな。え、ゆず、あれかな、ファンの人はみんな動いてんのかな。うん、多分未来の電波がぐるぐる今回ってるから未来の電波やと思う。最悪やん、終わりやん、もう。なんでその電波ある。一個聞かせてもらうけど、じゃあね、今日雨降りやからもっと悪いね。あ、そういうこと？多分。じゃあしゃあないわ。コメントは読める？こんばんは。コメントは読める、コメントは読める。あ、両方動いてるよ、やって。やった。あ、ほんまに？よかったなら。よかった。未来。あ、すごい、手振っても見えるのか忘れそう。だからなんか手振ったとかやったら言って、手振ってるって。じゃあちょっと今のにするか、当てて。うん。で、真顔。いや、はい、やって。え、今、真顔。違う。わかんにゃ。指ハートしてました。わかるか。なんで以来そんな動かへんの。わからへん、みーちゃんにも。え、ショック。え、ゆずちゃん、未来ここでなんか変わった部分あんねんけど、ちょっと。なんか前髪。なんでわかった。え、切ったやろ、前髪。前髪切った。もう絶対そうやと思った。だってなんか短くなってんもん。かわいい。昨日言ってへんかったっけ、未来。言った。あ、言ってへんか。言ってへんか。言った、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 言った。いや、言ったよな。ま。かわいい。やろ？うん、そやな、オッケー。うん。な、せっかくコラボしてんのにさ、顔見えへんの、おもろない。え、ほんまに悲しい。ゆずちゃんの顔見たい、未来、めっちゃ。うん、見んでいいよ。はにゃん、はにゃなんだけども。未来、元気？元気よ。ほんまに？でも、ゆずな、めっちゃ今鼻水垂れしたよね。あ、そうなんや、垂らしといたら？ちょっと待ってて、一人で繋いでおいて。わかった。どうしよう、一人で繋ぐって言っても、なんやろね。あ、そこ見えんのか。ごめん。うん。いや、未来は繋げるよ。おーとか言ってね。今日は私は衣替えしてました。あ、衣替えはまだ完成してへん。まだな。そう、まだ。まだ完成してへん。毎日してるやん、衣替え。そう。ね、ちゃんね、今年入って衣替えを初めてした。え、だいぶ経ってんで。そう、今年は、うん。なんか、かりんさん、コメント見えますよ。めっちゃね、あのね、めっちゃ今日は、頑張って、衣替えしたんやけど、うん、無理やった。はい。できへんかった。疲れた。疲れた。戻ってきた。戻ってきた。お疲れ様、衣替え。大変やったな。二人とも花粉症なん。やって。やばい。はい、ほんまに。
ミラもめっちゃ花粉症。この時期ほんまに花粉症、ほんまに嫌やん。ほんまに？ちょっと待って、めっちゃ鼻、くしゃみ出そう。そういう時は出せばいいんだよ。あとは、衣替えしながら、うん、人狼ゲームが上手くなるように、うん、人狼ゲームのやつをめっちゃ見てた。5本ぐらい見てた。すごい、偉いな。そう、もう人狼未来めっちゃ下手下手ってさ、言われ続けてきたからさ、うん、やっぱ下手は下手なりで努力しやなあかんなと思って。偉いな。そう。でもこの前の人狼ゲーム、人狼の配信からめっちゃ上手くなってる気がしてて、自分でも。ほんまに？え、じゃあやってみてや、今。そうそうそう。ごめん。やってみてやとは。ごめん、ちょっとわかんなかったな、今。ごめん。ちょっと今わかんなかった。嘘やで。いいよ、やってみるわ。え、やってくれるの？どうやってやるの？うん。一人二役。うん。あなたが人狼だろ。いえ、私は人狼ではありません。市民です。ふふふ、その疑いを、俺が、暴いてやる。やめてください、私は人狼じゃないです。市民なんです。って感じ。むちゃぶりに答えてんけど、先輩の。先輩のむちゃぶりに答えたのですが。面白かった。大丈夫？すごい。大丈夫そう？なんかこれさ、服反対な気がすんねんけど、めっちゃ。違う？いや、黒やからな、反対か反対かな。ああ、そっかそっか、これ忘れた。忘れてたん？ごめん。いや。あ、じゃあ反対ちゃうわ。すごい良かったと思う。やろう？www できてるコメント。草な。うん。でなんか質問とか来てないの？質問が誰の？今やろうと思った。マジ？あ、でもこれ気になる人多いんじゃん。何？ナンバトル期間中お互いのことどういう風に見てた？先輩。あ、ななほちゃんや！ななほちゃん！あ、ななほやん！やっほー、おはようって来てる。やっほー、ななほちゃん、やっほー。この間3人で電話したな。こんばんはの時間やで。それはちょっと、まあ。なのよな。ななほー。何してるの今。ゆずちん、やっぴーやって。やっほー、ななほちゃん。やっぴー。ね、みっちゃんは。ななほちゃん、やっほー。みっちん、やっぴー。みっちん、やっぴーは。ななほ、高校卒業したん？あ、したんや。おめでとう、ななほちゃん。知らん。あ、知らんのかい。うん、卒業式いつか知らへん。質問、ナンバトル中、お互いのことどう？コロナ支え。でした。ほんまに？うん。嬉しい。あ、いや、まだ、ね、まだ高校卒業まだやって。遅いな、結構卒業式。確かに。もう。まだやって間違えた。え、なんてもう一回言って、心の支え？そう、心の支えやった。嬉しい、そんな。そうです。でも、ゆずは、でも、ゆずは、なんやろ、でもなんか、未来の、なんかすごい大変さを分かってたからさ、ねんな。ごめん、寝てた。そう、未来の大変さを知ってたから、ナンバトル決勝大会の、リハーサルの時の未来見てて、コジリンとかと見ながら、ゆずは泣いてた。そう、一人で泣いてた。マジ？嘘？そう、未来がなんか頑張ってここまでやってきたやなと思ったら、嬉しい。まだハーソンも泣いてたはず。マジ？泣いてるわ、未来。人見知りちゃう、間違えた。初耳やん。ほんまに？うん、泣いてたもん、初耳めっちゃ。そう、泣いた。なんかフロンティアのその演出がめっちゃいいって聞いたの、言われてたのはめっちゃ聞いとったけど。うん、全然、その泣いたっていうのは初耳でしたね。ほんまに？うん。かりんさんが未来のセリフで笑ってたぐらいしか聞いてなかったから。そう。コジリンが、未来があのセリフ言ってるの見ながら、ちょっと笑ってないってずっと言ってた。未来、口角上がってしまう癖があって。うん。だからね、って口角笑っちゃう。めっちゃおもろかったもん。でも、最後のさ、みんなで何、立って虹作ったりしとかあったやん。うん、ポリハウスで見てて、あ、なんか未来、うん、ほんまになんか頑張ってきてたなと思って。
いや、もうこの2ヶ月間さ、めっちゃなんかもうめっちゃ大変やったやん。もうほんまに大変やったやん。もうなんかもうみんな多分しんどかったと思う、すごい。うん。けどなんか終わってみたらよかったなと思って、この経験って。うんうん。だからなんか何バトルもう一回しますってなったら別にいいと思うねんな。ほんまに？うん。なんか、けどさ、今回がさ、もう初めてやったやん、何バトルが。うんうん。で、なんか何をすればいいかもわからへんかったけど、一回経験してるから、なんやろ、どうやったらうまくいくとかっていうのは、まあ大体はわかるわけやん。うん。だからなんか、もう一回やりたいなと、未来思ってくる。こんなん言ったらもう一回やら、こんなん、なんかね、だから近畿性公演の、あの、夢は逃げないも、リバイバルも、メンバーがやりたいですって、こう SNS で言って、や、多分やったってなったから、うん、そう。なんか、そんな安易に発言しに行く方がいいと思うねんけど。うんうんうん。だけどなんか、未来は別にもう一回やってもいいかなって。ほんまに、うんうん、すごい、まあ、しんどいけどね、めちゃめちゃ。いや、ほんまにきつかったもん。いや、ほんまに。今やから言えるけど。今やから言える、ほんまに今やから言えるけど、めっちゃ泣いたね、ほんまに。いや、未来ずっとさ、レッスン終わってから急にさ、あの、電話かけてきたりしたからさ、あ、ほんまにきつかったよな、と思って。うん。そうやね。けど、密着でね、それも、ファンの方。うん、そうね。けど、それがあって、なんか、ファンの方も、なんか、応援しようって、もっと思ってくださった方、めちゃめちゃいてたから、うん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 。なんか、辛かったけど、なんやろ。なんか、その、なんか、未来ってめっちゃポジティブ人間やん。間違いない。そう、だから辛いけど、この経験を絶対大切やからって思って。うん、それはなんかプラス思考にめちゃめちゃ回復取ったんよ。えらいな。だけど、ゆずちゃんもね、なんか、キュンマートさんのアンダー、リハのアンダーにめっちゃ、うん、結構入らせてもらったんやけど、うん、なんかゆずちゃんのこと見て、うん、なんか素敵やなーって思った未来。後ろから。なんでなんか、なんか、あ、ゆずちゃん。めっちゃ上からなってしまうけど、めっちゃゆずちゃん、あの、ゆずちゃんめっちゃなんか考えて頑張ってんねんなーって。嬉しい。上からになっちゃうけど、ごめんなっちゃい。ありがとう。二人とも強くなったよね、って。ほんまに？しんど。でもほんまにポジティブやと思う、未来はすごい。うん、めっちゃね、ポジティブやから。うん。強いなって思う、いつも未来。怖いね、ほんまに。いや、楽しかった、ガンバトル。なあ、よかった、楽しかった。そう。みっちゃん3位だったけど。やめてや、ちょっとやめてや、気まずいって。めっちゃ気まずい。でもめっちゃいい話してますやんって来てる。ありがとうございます。そう、けど3位でもめっちゃ嬉しかったんな、未来。3位。でもまさかさ、フロンティア、こんな、でも、ゆずもちょっとな、抜かれるか心配やって、フロンティアに、ほんまに。マジ？うん。なんか、それを言ってくれるメンバーが多くて嬉しかった、未来。ファン投票とかも抜かれるかもしれへんって、思ってば。そう、ほんまに、なんか、何、ウインクを抜くっていうのはもちろんやけど、あ、うんうん、フロンティアこんな上まで来てんにはどうしようってずっと思ってた。マジ？うん。